広島出身で欧州で結果を残すもなぜか森保の寵愛を受けられない男。今の日本代表にうってつけの選手。それはボランチで点が取れる。その選手います。川辺駿選手。スイスで今季8得点。森田選手もいいですが、森保さん弟子を登用してみては？なぜ川辺駿が代表に呼ばれないのかその謎を解明するため、我々調査隊はアマゾンの奥地へと向かったー。激戦区だとは思うが、川辺駿が代表でみたい。駿は、結果を出し続けている。代表呼ぼうよ、ボイチさん。川辺駿を代表に呼んでほしいおじさん川辺駿を代表に呼んでほしい。正直、川辺駿は代表に選出されなきゃいけないどころか定着しないといけないレベルの選手だと思うんだよね。田中緑選手とか森田選手とかと同じくらいのクオリティ持ってるし、もう少し攻撃的にいける選手。ちなみに森保チルドレンではない。岩田へのレンタルで成長し、気づき福さんが開花させた。川辺駿は野球で言うとヌートバー枠だと俺は思うんだよ。代表に呼んでみたら活躍しちゃうと思うんだよね。てか、ボイチあんた他の日本の監督より旬のこと知ってんだろ。俺はよ、代表で川辺駿を見てんだよ。森保拓磨、エルサルバドルならハットトリックいけるな、浅野。